ババアのくせに調子乗ってんじゃねえかこれ。コールスローでも食ってろよお前。一緒に食ってやれよ。調子乗ってんだよ。木曜日だからチェリーマホやる。町田くんかっこいいよね。あだちになりたい人生だった。でもさ、触ったら人の声が聞こえちゃうって。ゆうくんだったら、どうなんだろう、ゆうくんの心の声が聞こえてきちゃうとか。どうしようかな。お疲れ様です。お疲れ様。あ、今日も疲れた。疲れたね。あ、休憩しなきゃ。うーわ、タカ子またいるよ。ごめんなさい、すいません、突然。今なんか言った？もう嫌だ、飲めてないでしょ。ん、あ、そう、うん、ごめんなさい、今つまずいちゃって。あ、今日も疲れた。疲れたわね。お疲れ様です。まあでも、今日頑張れば明日はお休みだから。どうね。頑張ろう。タカ子先輩は週末なんかしたりするんですか？ま、聞いたところで全然興味ないんですけどね。いや、週末なんかしたりするんですか？ま、聞いたところで全然週末は家にいるわよ。そうなんですね。まあでも家にいたらゆっくりできるし、体も休められるし、いいですよね。そうよ。あー、でも明日休みだから頑張ろう。あー、ゆうこ来ないじゃん。ゆうこそろそろ来るかな。お疲れー。お疲れ様。疲れたよね。今日めっちゃ人多いね。疲れたよね。最悪、疲れちゃうか。ごめんなさい。うわ、せっかくの休憩なのにババア二人がまたいるよ。疲れのマルクちゃんが出ちゃってますよ。やだ、ちゃんとしてくださいね。えちゃんと私言ったらねえ、最近さ、新人で入ってきたさ、佐藤くんって知ってる？佐藤くん、うん、あの、営業部の佐藤くん。そう、わかる。すごいさ、身長も高くてさ、かっこいいと思う。かっこいい、めっちゃかっこいいよね。かっこいいよね、すごい気になってんだよ。あ、気になってんの、うん、へえ。あの子ら、若いらしいよ。いや、絶対そうです。そう、なんかね、大卒で入ってきたらしくて、うん、元サッカー部らしいから、太ももパンパンらしい。たまんない。たまんないよね。あ、でもお好きなんだ、気になってるんだ。まあかっこいいなと思ってる。あ、ほんと？あ、そしたら LINE してるから今度一緒に飲み会しようよ。ま、もうやったけどね。大丈夫ですか？いや、ごめんな。ちょっと、すごいと思うね。ちょっと最近ちょっと三半規管がね、申し訳ございません。あ、気をつけてください。ごめんな。悪くなきゃいいですけど。汚な汚な、私としたことが。珍しい。でもちょっと、最近ちょっとね、ほんと食堂のね、様子が。え、てか、なに？ LINE してんの？うん、LINE してる。へぇ、そうなんだ。うんうん。入った時ぐらいかな、春先ぐらい。もう すごい、もうすでに LINE してるんですって。あ、おかしいじゃん、バカ。何言ってくれたんだ、バカ。あー、よこせらよ。まあでも、ゆうこ、LINE 交換してもさ、全然続かなかったりとかするもんね。まあなんか続かないっていうか、佐藤くんとかに関してもそうだけど、別に続けようと思ってないかな。なんか友達、いい友達でいれればいいかなと思ってるよ。あんたはいつも男にも引っかかってもらえない人でしょ。そうなんだからよ。痩せてから出直しなさい。ブス。そうね。まあでも誘って。そのあ、全然飲み会誘う。誘う、絶対誘ってんの。うん、全然。まあでも二人ともこの前の合コンみたいにならないように気をつけてね。高子先輩すごいモテモテでしたもんね。さすが高子先輩。ババアのくせに調子乗ってんじゃねえかこれ。コールスローでも食って
ろよ、お前。一緒だ、おかしいだろよ、だって。調子乗ってんだよ。はぁ、あ、そろそろ休憩も終わるし、じゃあ戻りますか。戻りますね。ゆうこ戻ろうか。そうね。あ、じゃあ私も後から行くわよ。あ、頑張りましょう。午後も頑張りましょう。頑張りましょう。お疲れ、バーバー。じゃあね、バーバー。バーバー。私も、30までにほつぼれだったから。魔法が使えるようになっちゃったから。内科行ってこよう。内科行きましょう。私も内科行きましょう。もういいじゃん。地獄やつさ。これサムネだったらやばい。で、二人がめっちゃ笑ってる。すごいね。撮れたかありがとうございます。このくらいやった方が面白いじゃん。素晴らしい。素晴らしいですよ。うん、ウケる。でもこれ。